直木先生、はい、質問来てます。いいよ。15分しっかり歯を磨いた後に、うん、さらにフロスまでしてるのに、うん、最後に歯間ブラシをするとカスが出ます、うん、これなんでですか？あー、これね、結構バカになんなくて、多分ね、そうそうって思う人結構いると思うんだよね。で、これね、本当に皆さん注意してほしくって、歯と歯の間の汚れはフロスで取ってるから、最後に歯間ブラシしても汚れは取れてるって思い込んでるんだよね、きっとね。なんだけど、結構ね、これに大きな落とし穴があって、フロスってさ、糸を上から下にスポンって入れてるだけの人がいて、そうすると上の汚れを下に押し込む、つまり歯茎の中に押し込んで終わっちゃったんだよね。で、歯間ブラシっていうのは横から入れるんでしょ。横から汚れをかき出すのが歯間ブラシなんですよ。だからフロスしたから歯と歯の間、つまり噛む固形空液って言われる歯と歯の間の歯茎とのこの三角形のトライアングルの部分があるんだけども、ここにフロスで汚れを押し込んでいるだけで取れてないっていう方がこの現象が起きるんですよ。私はさ、夜にフロスも歯間ブラシ両方やるんだけど、この現象が起きてしまう人は自分で認識があるならば余計歯間ブラシはやった方がいいです。歯間ブラシこそやった方がいいかもしれない。それをまず最初にやります。で、歯ブラシ最後にフロスとか歯間ブラシやる人って結構いるんだけど、これは逆なんですね。フロス、歯間ブラシの先です。で、順番で言えばフロス、歯間ブラシ、歯ブラシですね。だから3つやれる人はやればいいけど、大変だったら多分あなたの場合は歯間ブラシと歯ブラシは必須だと思います。やってみてください。歯間ブラシやっています。はい。